次の人は、はい、パキュンパキュン、え、あれ、あ、おー、あ、パキュン、イエーイ、交換しなきゃいけないの、これって交換しなきゃ、しなくても大丈夫、いらない、いらないよ、しようよ、しようよ、あげるよ、パキュン、パキュン、あ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 、いらないよ、にこのカードがあるならば発砲フェイズ開始時の弾丸の数は3発になる。ずっと3回あ、3回めくれる。めっちゃいい、すごいすごい、なんかマイナスだ、マイナスに、いやでも3回チャンスが、よいよいよい、よいよい、すごい、羨ましい、よし、でもそうですね、そろそろ私も欲しいものなのですが、じゃあ追加したところバキュン、バキュン、あ、待って、しかも説明一緒、説明違う、でもプラス点だ、これプラス点だ、なんで、え、このカードがあった横列にあるカードをすべて表にする、これです、ね、これ2つを表にする、他にあるペアの的カードをすべて取り札にする、じゃあこれもらえるってことですか、どういうこと、あ、ペアになってないから関係ないのか、ああ、ね、これでここが揃えばもらえたんだ、いやでもこれで出しだから、えー、ずるい、じゃあこれは戻して、あら、やった、え、みんなそれあっていいの、いるいるいる、あ、いるいる、激しいマイナスだ、バキュン、なるで今ので全然バキュン、ちょっとなんか言うと忘れちゃうんだよね、これからバキュン、だから、あ、うまくいかないですね、バキュン、バキュン、なんか、バキュン、バキュン、あ、忘れちゃう、忘れてる、忘れてる、なんかもうシャッフルがいっぱい起きた気がしている、あ、でも3回いけるんですよね、あ、そうだそうだ、よっしゃー、バキュン、あ、これ、あ、これ、今ちょっとばっかり間違えた、緑より低かったのに、バキュン、バキュン、あ、あります、バキュン、あー、そっちか、お、これは私大チャンスだ、ではバキュン、そう、バキュン、いや、後輩のおこぼれにあった、あ、でもこれ リバースだから、あ、確かに、そうだ、いけるよ、ありがとうございます、まだ3回、バキュン、え、あ、そこにもなんだ、もうなさそう、これなんだっけ、わかっちゃった、あ、あぶしや、でもあぶねー、でも、3回引けるんですよ、そうだよ、さあ、どうする、どうする、しようか、引かないのか、もう引いちゃおう、バキュン、バキュン、あ、補充しないとカード、あ、そうだ、補充、補充、来たやと、あ、そうですね、でこれをとりあえずもらえる、そうですよね、すごい、終わり、揃ったからもう一回、はい、バキュン、バキュン、ですよね、あ、もう一枚、3枚、3枚引くから3枚って、バキュン、あれ、あ、今あ、ここが揃いましたよね、今開けたい、開けたい、あ、あ、揃った、すごい、すごい、強いですね、いいカードだ、もう一回戻して、もう一回いけんの、もう一回3回戻るんだけど、バキュン、そう、もう一回しよう、バキュン、え、でもこれもう揃ってない可能性もある、そうだね、そうですよね、このまま開けたままバキュン、確かにもはや全部開けることになるから、バキュン、バキュン、あーっていう感じですよね、で、今発動するカードが隠すカードすぎてた、リバーススキップってこと、すごい、私がリバースして飛ばされるじゃあカードを追加していきますか、はい、すごい、キュン、 おー、またフレイクに愛されていますね、フレイクばっかり、キュン、またやつが潜んでいる、バキュン、おー、キュン、
し。おやおやおや。バキュン。あ、そう、どうひろじ。緑ですよね。バキュン。ちょっと待って。はい。わかんなくなっていくな。バキュン。あ、あ、わかんない、バキュン。あ、シャッフルするんだ。あ、なるほど。シャッフルの目に。もうわからなくなってしまった、これで。わからない。じゃあ、バキュン。バキュン。バキュン。すごい。やっと。あれ、エクスチェンジだ。エクスチェンジということは。沖田さんは大丈夫です。なんで交換しようよ。あ、でも2が、2が欲しいような。でも、最大2枚まで交換できるよ。他に。結構です。結構です。なるほどね。まあ確かにあいつもたくさん持ってるからな。めっちゃだ。バッキュン。わかんない、バッキュン。あ、違った。シャッフルしちゃったからね。しとこ。ありがとうございます。バッキュン。バッキュン。あ、いるんだ。いるのか。バキュン。でも迷いますよ。ほら、でもポイント欲しいわ。迷わなかった。迷いから。いいよいいよ。そして分かんないし。確かに。確かに。はい、これとこれ。お。ああ。いたような。いたね、これは。じゃあ追加しておき。じゃあ。バキュン。バキュン。よっしゃー。3枚は強いな。いや、もう決まってるんだ。決まってる。そこから。もう決まってるんだな。すごい振られてる。じゃあ、柳先輩の2ポイント。ママに持っていこう。ママに持っていこう。ママに持っていこう。バキュンもらったときだった。じゃあ、いきます。バキュン。何しよう。バキュン。わかんないよ。バキュン。おお。すごい。あの二人で盛り上がってる。確かに。真ん中なんだっけ。バキュン。エクスチェンジ。似たような気がするけど、もうわからないや。バキュン。おお。なんで？しかも2ポイントだ。最大2枚交換できる。あれ、あれ、あれ、2ポイントっていう文字を見つけてしまった私。1ポイント2回あげますので、あのバキューは残してこれは残ってて1ポイント2つもらえよ。あ、もう分かんない。バキュン。あー、そうだよね。ってことはリバースしたので、バキュン。バキュン。バキュン。おーい。スキップです。スキップ。キュン。ラストの指名手配カードです。自分以外の一人の人を選ぶ。選んだ人の取り札は無作為に1枚選ぶ。選んだカードを自分の取り札にする。もうターゲット決まってるよ。返していただこう。じゃあ、柳先輩のブレイクを。はい、返していただきます。2ポイント。そんなにいらないでしょ。もういらないでしょ。あ、あ、あるしかも山札が。あ、ほんとだ。キックしたんですよね。田島さん。これのターンで終了となったので、ラスト。ラスト。どうぞ。ラストターン。これにしよう。バキュン。飛ばすぞ。終わるけど。バキュン。見てわかる通り、今回首藤ゆきなさんの勝利。宣言通り先輩に勝利やられた。いや、最初のあれは強かったよね。いや、3枚開けるカードがすごい強い。マイナスだけど持ってる価値がある。本当ですね。カードは
は強いな。ねえ、やっぱりこの指名手配カードがうまくいいものが来るかっていうのがかなり勝負になりそうな。うん、難しかった。でもすごい盛り上がって楽しかったですね。はい、ということで今回は、はい、アルカジノ2、フォースと危険な神経衰弱をプレイしました。ということでゲストは田島麻子さん、首藤由紀乃さんでした。ありがとうございました。ここでお便りを紹介いたします。はい、ペンネームザビエル式健康法さんからいただきました。ありがとうございます。紀藤さん、高柳さん、こんにちは。こんにちは。お二人の着ている黒いシャツの衣装とっても素敵です。ありがとうございます。普段お二人はどんな服を着ますか？私服もおしゃれだと思いますが、ぜひ教えてくださいとのことです。私服、どんなの着るってなんか気持ち、なんかあるテーマ、いつも。テーマ、あ、難しいね。なんか何系着るよみたいな。確かに、気持ち的にはいろんな服を着たいなって思うけど、似合う似合わないの問題とかがあるから、まあね、いつも買い物難しくて、なかなか服を買えないタイプです、私は。そうなんだ。うん、なんか可愛いって思っても、これちょっと私違うかもとか思っちゃって、ちょっと一旦置いちゃう。あ、そういう慎重派で割と買い物。あかりはすごいおしゃれなシャツを着てるイメージが。なんか派手なものとかが好きなのかな。なんか変な柄とか、変ななんかカラフルなやつとか。でもね、人と被らなそうで。そう、被んないやつをね、なるべく選ぶ。大事だよね。そう、花柄とかさ、被るじゃん。花柄絶対買わないのよ。花柄、花柄、花柄みたいになっちゃうからね。そう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 、花柄は買わないね。確かに。なんだろう、私。でもなんか淡い色をよく着てるイメージが。そうかも、淡い色が好き。原色はあんまり着ないかも。なんか色合いは逆かもね、割と。確かにね、うち結構原色系が好きでよく着てるけど。確かに、私ね、濃い色着るとね、顔が、なんか消える。消えないよ。嘘でしょ。服に全部印象がっていっちゃって、そうかな、顔が消えると思ってね、濃い色あんまり着れなくて。でも上に黒っていうのも、あ、実はあんまり着なくて普段。確かに見ないかも。そうだよね、なんかあんまり真っ黒とかって、髪が茶色くしてるのもあって、あ、割とこう明るい色を持ってきがちで、だからこれは珍しいです。確かにレアですよ。そう、レアですよ。なんかこだわりとかある？こだわりか、なんだろう、こういう形のが好きとか。あー、ね、うん、ここが、丸首が好き、私。あー、丸首、うん、なんかね、私遺伝なんだけど、遺伝の話になった。そう、遺伝なんだけど、首がちょっと長めの体質。おー、いいじゃん。母親もすごい首長くて、だから多分遺伝だと思うんだけど、だからなんかここが V とかで空いてるとすごい寂しいというか、ここがなんか余る感じがしちゃうから、すごいおしゃれで可愛いなって、オフショルとかも可愛いなって思うけど、着れない。そうなんだ、確かに着てるの見たことないかも。そう、いつも丸っこい。あ、着てる。確かにね。え、なんかある？聞いといてなんだけど、特にないんだよな。いろんな服を着たいと思ってるから。でもね、いろんな服、私服でね、イベント出る機会とかもやっぱりあるし ね、いろんなところでぜひ、まあ、チェックしてみてください。チェックしてみてください。そう言って恥ずかしいね、ちょっとね。ありがとうございます。はい、番組へのご感想などはこちらのメールアドレスに送ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてボードゲームの情報は毎週木曜日にチップ&ダイスのサイトの方で紹介されています。そちらから実際にボードゲームもご購入いただけますので、サイトの方もチェックしてみてください。よろしくお願いします。ここに出てます。お願いします。チップ&ダイスのサイトでご購入いただきますと、チップ&ダイスポイントが付与されます。はい、このポイントでチップ&ダイスのグッズ交換などができますので、詳細はチップ&ダイスのサイトでご確認ください。こちらですね、よ、はい、これだよ、こちらが交換できますので、ぜひぜひ集めてください。よろしくお願いします。ということで本日は高校堂へお越しいただきましてありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。じゃあね、バイバイ。